はいどうも、好きなポンキッキーの曲はメロンに聞いてもわからないのキワチンです。はい、今回はですねちょっと安いんですけれども購入した方たちをご紹介したいと思います。では1枚目、はい、ダークワルキリア。いやー、買ってしまった。いいっすね。こちらはですね、以前ご紹介したこちらディミューナスワルキリアの闇落ち葉みたいな感じですよね。こちらがデュエルモンスターズ3についてたカードなんですけれども、まあこれがすごく好きなカードなんですよね。で、これの闇落ち版があるっていうことを聞いて、もうすぐ購入しました。こうやって比べると衣装とかもね、ほとんど一緒で。いやー、いいですね。多少この辺違うんですけれども、こんな感じで講師も全く一緒ですね。可愛いよね。まあ個人的にはね、こちらの昔の絵柄でダークワルキリアを見てみたいなって気はします。何があって闇落ちしちゃったんだろうな。では、2枚目。はい。ハーピーレディサイバーボンテージ。いやー、これも懐かしい。2001年の V ジャンプの付属品ですね。はい、こちらね、2001年なのに、全然絵柄が古く感じないんですよね。新しいというか、最近ね、ハーピーレディのカードも集め出しているので、購入しました。では、3枚目。はい。来た。ハーピーレディ1。これは2004年のカードですね。ていうか、これいいんですか、これ。コナミさん、どうした？そして遊戯王どうした？この腹筋。この首で、いやー、ごちそうさまです。遊戯王の連載が2004年の前半で終わってるんですよね。で、このカードが2004年の8月に発売されてるんですけど、やっぱり少年誌の呪縛から解き放たれた結果なのかな、これが。これでようやく1、2、3が揃いましたね。そして、こちら、ハピレディ1。一緒の設定なんでしょうけど、全然違いますよね。どなたを指名しますか？僕は2番の子。はい、次3枚目。はい。ハッピークイーン。いやー、これも、すごい。こちら2007年のカードですね。いやー、これも大丈夫か、コナミ。どうした、攻めが過ぎてるぞ。で、これね、効果もハーピーな狩り場っていうカードを手札に加えられたりするんですけれども、まあ、ちなみにそのカードはね、こちらなんですよね。ハーピーの狩り場。こちらね、お邪魔イエローとか色々いますけど、うん、これも結構いいカードなんですけど、これハーピーレディ1ですね。普通に通常モンスターとしても強いっていうところがいいんじゃないですかね。これ裸よりエロいやつですよ、これ。じゃあ次5枚目かな。はい。ハーピーチャネラー。うん。こちら2013年のカードなんですけれども、こちらもハーピー系ですね。まあ、効果としてはね、手札からハーピーカードを捨てることによって、デッキからね、ハーピーカードを守備表示で特殊召喚できるって感じなんですけど、いや、これもね、さっきのハーピークイーンとは違って、可愛さがありますよね。チャーミングですね。こうやって比べるとこの辺の説明欄の大きさが全然違ったりとかね、本当に最近のカードっていう感じがしますよね。では、6枚目。はい。ハーピーダンサー。こちらはですね、2013年の V ジャンプの付属カードですね。さすがダンサーっていうだけあって、これすっごい妖艶で、これ、下着ですよ、ほとんどこれ。なんかハーピークイーンっぽいんだけどね、ダンサーというよりかは。ご視聴さまです。これ結構効果も良くて、自分ヒルズ上の風モンスターを1体選択して、選択したモンスターを手札に戻して、その代わりにね、風モンスターを1体召喚できるんですよね。ミストレバーの新風っていうカードとのコンボがいいらしいですね。まあこんな感じでね、ハーピー系のカードがね、続々と強化されてるんですよね。デュエルリンクスでもすごく活躍してますもんね。はい、今後もね、ハーピー系どんどん集めていきたいので、また紹介したいと思います。では次のカード。こちら。シャインキャッスル。こちらゲームボーイのデュエルモンスターズ2の封入カードなんですけれども、ちなみにこれと一緒に入ってたカードはホーリーナイトドラゴンとかね、究極完全体グレッドモスなんですけれども、あちら2、3万しますが、こちらはね、数百円で購入できます。でもトゥーンカードたちより先にこうやってね、カード化になってるんですよね。トゥーンワールドって書いてますもんね。でもこれでようやくトゥーンカードが全て揃いました。全トゥーンカードは良ければこちらで見てください。はい、最後のカードおまけで。はい、こちら、伝説のフィッシャーマンですね。こちらゲームボーイのデュエルモンスターズ4でお世話になってるので購入しました。ゲームボーイ系のカードもね、集めていこうと思ってるんですよね。ただね、これミスったんですよ。初期じゃないんですよ。ネットで購入したんですけど、寝ぼけてたのか何なのか、間違ってクリックしちゃって来てびっくりですよ。まあね、状態はすごくいいんですけど、もうかっこいいな。まあ、改めて購入したいと思います。では最後にね、こちらマジマジマジシャンギャルを開封して終わりたいと思います。ビマッチョ。これでね、ブラックマジシャン、あぶね、これでブラックマンシャンガール系のカードもね、今集めてるので、これ映ってないですけど、この下半身の部分がめちゃくちゃ際どいんですよね。ここね、デュエルアートっていう規制がかかってますけど、まあ良ければね、ググって見てください。はい。
いやー、来た。うおー、なんか、シックな感じですね。なんか思ったより光ってなくて。うん。なんか雑誌アゲハに乗ってそうなブラックマジシャンガールですね。これやばい。なんかこの質感とかも生々しくてね。うん。なんか実写っぽい感じがあって。うん。色気があるんですよね。これエクシーズカードなんですけれども、エクシーズの時はね、すでに引退してたんですよね。だから今度友達にね、教えてもらってね、使ってみようと思いますね。はいと。こんな感じにね、配置しました。もっともっとね、ブラマジガール集めたいと思います。シャインキャッスルはね、ここに入れました。これで、ようやく全部集まりました。嬉しい。というわけで、今回はスクーで購入したカードたちをご紹介しました。今もですね、カードをいろいろ購入してますので、またご紹介したいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバイ。